イルンストフォン・ザロモンはドイツの作家、バルター・ラーテナウ暗殺の関係者の一人、警官の子としてキールに生まれる。父親は警護任務遂行のため、ロシア皇帝から勲章を授与されたこともあり、指紋鑑別法を捜査方式に取り入れたこともある劣気とした警官だった。男勝りの母親は時折、ザロモンに厳しいスパルタ教育で彼をしごいた。 彼が生まれた町は、バルト海軍チンジュフが置かれ、街頭には黒、白、赤の帝国機が翻り、ドイツ皇帝が自らヨットの競争を競った町である、プロイセン州シ,シュレスビヒホルシュタインにおける、キールの軍港だった。この町で、幼年時代のザロモンは、日露戦争の海戦の模様を伝える当時流行った、模型軍艦のおもちゃ遊びに熱中し、セーラー服に黒、白、 赤の腕章を巻いて、戦争ごっこをしながら育った。この彼の家庭と育った背景からして、プロイセン主義が彼の骨の髄までこびりついていたのは、不思議ではない。保守革命の思想を抱いた多くの青年たちと、同じように、ザロモンもまたギムナジウムでは失敗者だった。ギムナジウムでは、他の科目は、波以上の成績を残したが、苦手なラテン語が災いして、 学友の前も構わず、鼻血を出すほど、母親に鉄拳制裁を加えられたことがもとで、父親の進めるままに彼はやむなく義ムナジウムを辞めて、兄の在学している幼年学校に進路を変える。教練の方が学科に優先する幼年学校では、剣をや恐怖や軽蔑の対象であった詰め込み主義の教師たちが被害を、 与えることもなく、ギムナジウムの多感な学生たちが味わった、学生制度や世間に対するナンパな、世界苦悩の体験もなかった。ここで強調されるのは、教養ではなく訓練であり、学科ではなく軍務であった。ザロモンはこの学校における、模範生であった。それどころか、カンニングの名人であり、上級生と殴り合ったり、後の、コンスルを思わせる、秘密結社のような、 同系クラブのメンバーとしてたわいもない地議にスリルを味わい、上官の部屋に無断で入ったりする聖域野郎として通っていた。しかし、義務と責任を重んずるここでのプロイセン方式が彼の心を魅了する。一見するとザルモンの行動経歴は激しく、彼は義勇軍の投資から広島原水爆禁止大会で西ドイツ代表として来日し、平和を称えるまで、 右から左へ、右よ曲折した一生を送った人物である。しかし、このような変歴にもかかわらず彼の体質は一貫していた。ザロモンは、アラビアのローレンスに、世界大戦の、いかなる戦士にも増して魅了されたアナーキストであり、群れを求めず、外敵から、自分の生活権を守る、唯一の猛獣であるクマをその紋章として愛し、思想的に転向した老年になってもよって、 ケンシゲルマンの熊踊りを踊り出すネックからの一匹狼であった。生まれつき早熟で無法者の彼は、自らの告白によると11歳の時両親に、内緒で、ミサ用のブドウ酒を飲み干し、13歳で生理に関する、知識で母親を驚かせ、15歳で喫煙を始め、16歳までに3人の少女と接吻した経歴を持つ、生まれつきの反逆児で、4兄弟ともに、 刑務所の中で暮らした経験を持っていた。1913年以降、カールスルーへとベルリンのリヒタンフェルデの陸軍幼年学校生となる。1914年、オーストリア皇太子夫妻暗殺の日、召集の言葉に興奮を覚える12歳にまだならぬ、ザロモンは父に激励され、記者の中で国家やラインの守りを皆で声がしゃがれるまで、万声を張り上げて合唱しながら、 休暇から、直ちに帰営、だが念のゆかぬざろもんが召集されるはずもなく、戦場は彼にとって遠い世界のものとなる。戦争の外部に立つ傍観者のイライラした気持ちが彼を襲う。我々を動かした、極めて激しい苦痛とは、ほとんど締め出された状態で、公主両面において協力し得ずに、我々の目覚めた力と覚悟を持ちながら、局外に立たなければならず、戦線を持たぬ。 予備軍として無に備えられたままに終わっているという苦痛であった。スピードの機関士全身の宣伝は彼を嫌をさせた。こうして1918年、11月革命の折、幼年学校生は、その司令部に見殺しにされ、世の笑い者になりながらもその部署に留まった。革命が勃発した当時ザロモンは、16歳、ベルリン・リヒター・フェルゲにおける、中央幼年学校の、 第七中隊、第二学級の上級生だった。赤い腕章をつけた革命派の人々から暴行を受け、自分が誇らしげにつけていた検証を剥ぎ取られそうになった経験は彼の幼心を傷つけ、この革命を起こした人々に対する敵意と憎悪の念を彼に模様させる。エアハルト旅団1919 19年、ザロモンはヘルマンエアハルト率いる義勇軍。 エアハルト海兵旅団に入隊する。幼年学校の生活、世界大戦における傍観者のフラストレーション、革命の折りの不愉快な体験から、フライコール入隊への道は一直線である。彼が義勇軍にそのまま身を投ずるに至った直接のきっかけは、出生の時とは打って変わって音楽一つ奏でずに、鼻吹雪もなく、黙々として、 死のような静けさで体号を整えて帰還してくる、福音兵士たちの異様な光景に心を打たれた時である。福音兵士たちのこの異様な姿は、彼らが十五の人たちが想像していたのとは、全く違った別世界に属していることを示していた。ザロモンは、戦線での戦闘体系を持たなかったにもかかわらず、戦線と十五は、決して一体ではなかったという実感を、 戦線将兵たちと共有する。こうして、ザロモンはユンガーが、市民対労働者の対立命題を打ち立てたように、心の中で、市民の世界対兵士の世界という対立命題を打ち立てた。彼らは呼びかけ、血や精神の密かな呼びかけに応じた人々、志願兵であり、いずれにせよ厳しい共同生活を体験し、事物を体験した人々、 戦争の中に故郷を見出した人々であった。戦争は彼らを決して放免しないであろう。決して彼らは国に戻り得ないであろう。決して彼らは完全に我々に属するということはないであろう。彼らは常に戦線を地の中に担うであろう。戦争は終わった、戦士は相変わらず行進を続ける。こうして、世界大戦の局外者は、義勇軍の呼びかけに応じ、 そこに、初めて決断と実践の場を乱すことになる。彼を義勇軍入隊に導いた誘因は、後年彼が解雇しているように、当時の若かりし、頃の愛国的情熱と、ロマンティックなインディアンごっこに非常に似通った、兵隊生活への憧れにかうるに、このような脱市民的生活感情であった。1919年、義勇軍は、ベルリンでの暴動鎮圧後、 ワイマールで開かれた国民議会を極左の攻撃から護衛するために出動。しかし、ザロモンの心の中では、ローザルクセンブルクやカールリー・プクネヒトラ極左虐殺の血なまぐさい、ベルリン市街戦の炎が燃えていた。ベルリンからの転身は敵前逃亡のように思われた。政府の傭兵といえども、義勇軍の心情は決して政府に忠誠を誓っていたわけではない。 その心情において市民規範の世界から逸脱していた彼らにとってはワイマールにおける国民議会での議論など全く無意味な別世界の事柄に過ぎなかった彼らが心から忠誠を誓うドイツはベルリンにもワイマールにも存在しなかったそれは戦線にあっただが戦線は崩壊してしまって今はないかつてはそれは故郷にあっただが故郷は 祖国を裏切った。こうして、義勇軍の将兵は、先人いまだ冷めやらぬ辺境の地に目を向ける。辺境は燃えていた。燃える辺境が、無法者たちの心を引きつける。こうして19、1919年4月1日、ザロモンを含む28人は、解消医を戦闘に失われた心のドイツを求め、勝手にワイマールの任務を捨てて、バルトに向かう。 バルトへの義勇軍の出撃は、赤軍と戦うラトビア共和国首相ウルマニスの要請によるものだった。2月1日には、この要請に応えて、義勇軍の司令官、ゴルズ博がすでに、リバウに着任していた。しかし、世界革命の大義名分の使命官に燃えて、武器を取るボルシェビキたちとは違って祖国への貴族感情を失った武法者に過ぎない、義勇軍には、 何の大義名分もない。国民の誰一人として、この出撃を委託したものはなく、祖国を表示する、いかなるシンボルも、義勇軍にはなかった。こうしてザロモンは、占領したバルトの土を冠無量で握りしめる。バルトの土地で赤軍と戦ったとはいえ、義勇軍は、ボルシェビストに、憎悪や、敵外心を持っていたわけではない。彼らは、憎悪するどころか、時には、 ボルシェビストに共感すら覚えた。彼らを共産主義者と区別するものは、後者のインターナショナリズムだった。しかし、彼らは、墓穴が復活の前提であるという見方においては、共産主義者と一致していた。左翼的右翼人として、ザロモンもしばしば共産主義者に賛辞を送るのに、やぶさかではない。こうして、後にザロモンは、 対フランス軍レジスタンス運動の折によっとうと名乗る共産主義者の突撃隊の隊長と親しくなったり、刑務所でインターナショナルを声高々に歌う共産主義者に対して監守が飛んでくるまでエアハルト旅団の歌を負けじと大声で歌って張り合いながら不思議に心が通い合うものを感じたり、また1933年2月27日の国会炎上の際には、 共産主義者に罪を被せた、ナチスの卑劣なやり方に憤慨して、共産主義者たちの溜まり場に行き、彼らへの協力を申し出て、自分の電話と住所を教える行動サイトル、ザロモンであった。敵に対する憎悪を知らぬ戦闘そのものの美学に酔う、義勇軍の闘争は、闘争の意味を問わぬ闘争、ユンガーに見られた、行動の意味を問わぬ、決断主義から来るものである。 アルベルトレオシュラーゲター後に、義勇軍からナチスの突撃隊員になり、ルールでの退仏レジスタンス闘争を展開1919 19年6月28日におけるベルサイユ条約の調印は、義勇軍の荒廃した武法者の心情を一層掻き立て、彼らの反政府、反西王の気持ちを固めさせる。政府に見捨てられたという、言い知れぬ感情と裏切られた気持ちが、 辺境の地にある彼らを襲う。ザロモンの描写によれば、条約調印の方がもたらされた瞬間、ザはしらけて静まり返り、戦友だったシュラーゲターが、やっぱりドイツは調印したかとつぶやきながら、席を立ってドアを閉めたとき、地響きのような音がしたという。シュラーゲターは、後に1923年、フランス軍がルールを占領したとき、対フランス軍、レジスタンスの闘争で、 スウェーデン王公の除名嘆願の努力も虚しく、フランス軍に処刑され、共産主義者のカール・ラデックが、追悼演説の中でその死を慎んだ男である。政府に見捨てられて毒くわば皿まで、モノ捨て鉢の気持ちに駆られた彼らは、馬や武器弾薬を政府に引き渡すことを拒んでこれを引得し、帰還命令を無視して、今度は、ロシア人の下で、ロシア白軍の軍帽をかぶって、 イギリス軍やラトビア軍との展望のない戦闘を続ける。カップボードを展望のない戦いに見切りをつけ、政府に対する背後探検に似た感情を心に抱きながら、再び祖国の土を踏んだ彼らが1920年3月13日におけるカップ一期にそのまま参加したのは当然の成り行きである。3月17日、一期が失敗に終わりザロモンは過労民衆の リン地を脱出して、公平隊の兵舎に逃げ込み、この挫折はザルモンに反省の機会を与えることとなる。カップ暴動は反動ではなかったか我々の運動は国民から浮いてはいなかったか民衆をも含めたもっと幅広いナショナルな革命を目指すべきではなかったかバリケードから革命を始めるのは間違いではなかったか精神の放棄から革命を始めるべきではなかったか 党の総括の末、精神的な革命を施行したザロモンは、昔の活動仲間たちから別れ、読書と試作の世界に、しばしば沈遷してゆく。運命の皮肉というべきか、この時彼が手にした愛読書の一つがラーテナウの著作だった。一期の失敗後、ザロモンは半ばインチキの両替屋や,や、駅の店員などで食いつなぎ、 保険会社で働く平穏な市民生活を営みながら裏で右翼諸団体の集会に顔を出し共産主義者たちと乱闘したりまた時には彼らとスクラムを組んでスピードやユスプドの集会に殴り込みをかけたりフランス軍の監視書を爆破して囚われている仲間を解放したりしてレジスタンス活動を続けていくエアハルト旅団以外の他のフライコールも同じような状態にあり 部隊の中枢は地下に潜り、非合法の武装組織へと変貌していく。オーバーシュレジェン地方のアンナベルクの丘の戦いの後、エアハルト旅団もまた、コンスル組織と呼ばれる非合法の地下組織となる。1921年5月3日、オーバーシュレジェンの土地を脱出戦として、ポーランドのナショナリスト、コルファンティが引き起こした暴動は、ザロモンに再び公然と武器を握らせることになった。 5月4日の新聞でポーランド人放棄の記事を読んだ彼はドイツ人の土地をポーランド人から守らなければならぬという使命感にかられ立ち上がるのは今だとばかりに勤務先の保険会社の仕事を放り出しリュックサックを背負ってオーバーシュレージェン遺の汽車に乗り込むドイツ領内でのポーランド人放棄は義勇軍結成以来初めて彼らに決起の大義名分を与えたというのは 当時のドイツの若者たちの合言葉だった。ドレスデンの駅では、森林学校の生徒たちがオーバーシュレージェンの森の木を切り倒すためのノコギリを入れた洗濯カゴを持ち、緑色の制服にハンティング帽姿で教師に引率されて汽車に乗り込む。オーバーラント義勇軍ライプツィヒー駅からは、バイエルンの方言をしゃべるオーバーラント団の連中が乗り込んでくる。 ロスバッハ義勇軍機その他、かつてのバルトの義勇軍の連中、カップボードの連中、青年ドイツ騎士団や、鉄カブト団、ロスバッハ義勇軍の連中、学生、兵士、労働者、商人等が、駅員のいぶかる視線を尻目に、思い思いのいでたちでオーバーシュレージェン目指して続々と、汽車に乗り込む。鉄カブト団共和国軍の武器庫に忍び込んで武器を、盗んだ修羅上ターともザルモンは、 同じ車中に乗り合わせた。オーバーシュレージェンの辺境で彼らは国では見出せなかった解放感を味わった。バルトの義勇軍が統制を書いていたように、オーバーシュレージェンでの彼らもまたバラバラだった。学生中隊は、マールブルク大学、フランクフルト大学、ハイデルベルク大学、ボン大学、ゲッティンゲン大学等の仲間内に分かれ、さらにそれがまた法学部、医学部、 経済学部等に分かれるといったありさまで、これらアナーキストの学生たちの前では、世界大戦中、ケメルベルゲの戦闘で有名を馳せた将軍たちも、笑い飛ばされる対象だった、とザロモンは彼らの無秩序ぶりを記している。オーバーシュレージェンでの戦いの勝利を目の前にして、またしても、ザロモンたちは、背後探検に似た感情を味わうことになった。 西欧の要求に屈服したドイツ政府がオーデル湖畔に展開していた彼らを抑留し、フランス軍が行動を停止した彼らを尻目に勝手に街を占領し、町はそのままフランス軍からポーランド人に明け渡されてしまったからである。こうして政府に対する憎しみの感情を一層募らせたザロモンたちは裏切り者にはフェーメオの合言葉に呪縛されていく。 ザロモンは、その後、旧、エアハルト旅団のメンバーたちによって構成された、コンスルと関わりを持ち、再び地下活動に入る。ザロモンの証言によれば、コンスルは組織だったものではなく旅団の旧将兵から、なる曖昧な集団で彼らはエアハルトを個人的に、頼り、ミュンヘンにある、エアハルト司令部から下される命令を実行した。 しかし、実際の命令と彼らの行動の間に、しばしば混乱が生まれるという、極めて危険な雰囲気が、コンスルの中にはあった。コンスルが実行した外相、バルター・ラーテナウの暗殺に19歳のザロモンは、関係した。実行部隊のリーダー格のエルビン・ケルンは24歳、もう一人のハルトムート・プラースは21歳だった。見張り役だったザロモンは、この件で5年の禁錮刑となる。 この時の体験をもとに描いた追放された者たちがザロモンの作家としての第一歩となる。ヘルマン・エアハルト・ベルサイユ条約の履行政策を進めるラーテナウは右翼のみならず、ほとんど全国民の憎悪の的とされていた。ザロモンの証言によるとエアハルトはこの計画に感知しておらず。暗殺直後、警察の追及の目を逃れてザロモンが、 海軍髭を剃り落とし麦わら帽子に市民服姿のエアハルトをこっそり訪れて一件を報告したとき、当時合法路線に転向し、バイエルンでの様々な右翼団体と組んで、バイエルンの時系団下に奔走していたエアハルトは、自分の努力に水を差すようならアテナウ暗殺のこの暴挙に激怒し、ザロモンに向かって帝国海軍だったら、私は立ちどころに3回貴様を縛って、 船底を潜らせる海軍刑に処するところだ。と怒鳴った。こうして共犯として逮捕された彼は仲間たちのレジスタンスの模様も1923年11月のミュンヘン一騎も1925年のヒンデンブルク大統領の就任も多年にわたる刑務所の中で耳にする。1927年ワイマール共和国はすでに安定期に入り、 ザロモンも今や闘争の時代が終わったものと実感していたが、1 9 2九年にはシュレスビヒホルシュタインの農民一揆に兄と共に参加し、再び抗金釈放された。過去のアクティビズムと手を切って分筆の市民生活に入った後もザロモンのアナーキズムは変わらず、コンスルは真の第三帝国の立場からナチスをドイツ民族の敵と批判し、その影響から ザロモンもまたヒトラーには同意できず、ナチス政権下では、ウーファのシナリオ作家となり、ドイツの敗戦を迎える。ナチスには同意しなかったが、極運の経歴から敗戦から翌年まで、アメリカ軍に逮捕され、拘束された。敗戦後、ドイツ国民は、ナチスとの関係を明らかにすることを、連合国軍当局から求められたが、それを皮肉りながら回答する形式でザロモンは、 新城長所と題した自伝的作品を1951年に発表。この作品は戦後ドイツ最初のベストセラーとなり、現在でも番を重ねている。戦後もシナリオ作家としての活動を続けており、ハンス・ヘルムート・キルスト原作のドイツ陸軍の砲兵の戦前、戦線、敗戦を描いたパウル・マイ監督の映画、08-153部作の脚本を担当している。 ザロモンは原爆禁止関係の活動で一度来日し、広島市を訪れている。ザロモンは方法においては、革命的、本質においては、保守的たらねばならない。国家間を1918年の敗戦後の国民運動の唯一の目標としてきた保守革命の道を歩んだ保守主義のアナーキストである。一方において、プロイセンの思想に共鳴するプロイセン主義者であると、 同時に革命によって市民社会をぶっ飛ばそうとする反、ブルジョア的アナーキストであった。彼は、ブルジョア的性格を持ったワイマール共和国にも、この自由な活動を圧殺する全体主義国家な地にも賛同することはなく、ゲッティンゲン大学で彼が講演した際、学生たちが当時な地に持ち上げられていたカール・シュミットの全体主義国家論を否定するのを聞いて、ザロモンは、ハレルヤ、 我が心の中の歓喜に次ぐ歓喜。やはりそうだったか。青年の精神、地球の征服、天空への突進、革命、アナーキー。と、我が意を得たると心の中で思わず、開催を叫んだ。ありがとうございます。